本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。長期シリーズ第2弾、ちなみに第1弾はこちら。1ヶ月の間毎日文字を書く練習をすれば字のうまさを手に入れることができるのか。第2弾は同じ書き物シリーズでやっていきたいと思います。でまあご覧の通りですね、後ろにある漫画が今回伏線になっておりまして、私監督なんですが16年間自主映画というものをやってきまして、まあ少なからずですね絵コンテというものを書く時があります。しかしむちゃくちゃ絵が下手です。はい、前回字の、ね、トレーニングをしまして見せれるぐらいの字になったと思いますので、今回絵も1ヶ月間挑戦していきたいと思っております。やっぱ絵が上手くなりたいんですよ。というわけでですね、今回どういう風にトレーニングをするのかと言いますと、後ろにあるプラチナエンドという名作ですね、こちらの作品の絵柄、まあ、ね、やっぱりどうせ描くんだったら好きな作家さんのむちゃくちゃ上手いコピーしたい、というわけでですね今回選ばさせていただきました。なおですねプラチナエンドのレビューに関しても撮っておりますので、もし興味がある方はですねこちらからご覧いただけます。というわけで、どういった方法でトレーニングをするのかと言いますと、はい、こちら、まあ要するにですね、真似したい絵をここに貼りまして USB をぶっ刺してパソコンにつけると、こっから光がボワーッと出るんですよ。映像で見てみましょう。こんな感じです。はい、というわけでですね、こちらをですね使いまして、ということはですね、普通のコピー用紙か何かで載せて書くと転写できます。それをツイッター等に公開してもコピーしてるんで普通にうまいと思うんですよね。なので今回はですねフリーハンドで書いたものをですね毎日ツイッターに公開していきたいと思います。これが1ヶ月後どれくらいまで進化しているのか、果たしてうまくできるのか、それともあまり変わらないのか。はい、というわけでですね、本日5月1日から15日までのイラストを振り返っていきたいと思います。ではどうぞ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。現在なんですが5月ですね16日でございます。はい、というわけでですね、おえへんってなんかおえっていう感じみたいな、ちょっと嫌なんですけども、折り返しの地点になったということで今撮影をしております。ただいまの感想としましては、ね、前回の美文字編と比べまして上手くなってるかなというすごく実感はありますが、今回のおえへんに関しては時間をかければかけるだけ上手くなるので、ここもなかなか難しいなと思いますね。こちらですね本当に時間がなくてですねかけなかったっていうものもあったり、もう時間めっちゃかけたら、まあ、こういう、はい、絵もですねかけております。これからなんですが、本日16日のトレーニングの絵と、あと提出作品をですね、見せていきたいと思いますので。はい、こちらですね、モバイバルバッテリーをつなげまして、ここを押すと、はい、こうやって光が。はい、で、本日書くのがこちらですね。真ん中にちょうど置きます。使う紙を上に乗せると、まあ、うっすらとですが、寿司絵ができる状態になります。今までのですね、15日間はですね、こういった鉛筆で書いていたのですが、さすがに結構細かい絵になると限界が来るんですよ。こちらが昨日書いた絵なのですが、こういった形でですね、削ってもやっぱりある程度太さがあるので、ですね、0.3 のシャープペンシルで書いていきたいと思います。で、毎回やっているのがですね、小回りのカットをですね定規で引くこと、まずは縦線の部分だけを横に行きます。はい、小回りが終わりました。とがきのですね丸い部分を書いていきます。私監督右利きなので、こちらから書くとここが真っ黒になるので毎回こちら側から書いております。輪郭に関してはやはり鉛筆で書いた方が分かりやすいですね。
髪の色をですね塗っていきたいと思います。こんな感じでしょうか。でこれがですね外すとこういう感じで、アップですね、例えばこういった目とかを見るとどういった形の、まあ、メイクをしているのかもですねなんか分かってきちゃうんですよね。はい、できました。で、はい、このような形になりました。で、とりあえずトレーニングは終了しました。で、ここからはサムネイルを描いていくというですね段階に入ります。まずはですね白い紙を載せます。で、今回のお題ですね、今日はこれにしましょうか。愛犬の粗相に困っている方へ、こちらなんですが、このままコピーするのもいいのですが、こちらをですねモノクロ化しちゃいます。まずはこっちかな、やっていきたいと思います。で、毎回ですねこのバッテリーにちょっと挟めまして、自分の見やすい位置に、はい。で、今回もですねこの 0.3 とこれを使うのですが、これでやると途方もない作業になるので、まずは鉛筆で大雑把にですねその配置関係を見ながら書いていきたいと思います。まずはある程度ですね大雑把にちょっと書いていきます。はい。あと鼻なんですけども、なんか立体的に書くと気持ち悪くなるので、ちょっと漫画的に書いてます。まあ口もまずざっくりとですね、こういう感じですかね。と目ん玉はこの辺この辺で、メガネ、メガネフレーム、そうなると耳がちょっと飛び出すぎなったなということになるので修正をかけます。はい、こちらが5月16日分の完成品となります。あ、本人だ。もっと上手くなりたいと思います。まあ、先ほどのですねトレーニングとこれを含めて約1時間半ぐらいはかかっているのでしょうか。残り15日あるのですが、特に気をつけていきたいところはですね、顔がやっぱ 2D なんで3D を目指してやっていきたいと思います。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。5月ラストでございます。はい、というわけですね、今回のお絵生活編ラストのものを描いていきたいと思います。まずトレーニング用がですね、こちらですね。はい、こちらです。続きましてですねサムネイルですね。今回なんですけども、まあラストということでですね、サムネイルを新調したものをあえて出したいと思います。先月のプレモルの神山サーバー2020で、こちらをですね改めてサムネイルを変えて作りたいと思います。こちらとなります。はい、熱い。
最後の1枚を完了いたしました。トレーニング用のものですね。フリーハンドで描いたものがこちらとなります。はい、というわけでですね、1ヶ月終わりました。はい、まずとりあえず感想なんですが、1日1日書くことによってですね、上達しますね。あと、時間ない時ってやっぱり急いじゃうんですよね。そういった時はやっぱりちょっと下手になっちゃうんですけども、ある程度ゆっくりですね、時間をかけて書けば上手くなります。やはり何回も書くことによって、自分なりのこう書けば上手くなるのか、こうすれば下手になるとか、下手な絵と上手い絵の違いなんですが、影の付け方、立体感ですね。輪郭を強調させることによって鼻なんですけども、がっつり濃く描くんじゃなくてサラサラっていう感じで、もう輪郭を強調させないことによって、おそらくそのリアルになるのかと思います。今回はですね、1ヶ月間限定なんですが、例えばこれをですね1年間続けたら多分確実に上手くなるかと思います。はい、というわけでですね、皆さんどうだったでしょうか。ではまた次の動画で会いましょう。最後までご鑑賞いただきましてありがとうございます。この監督ラボでは、自主制作映画16年間で学んだ切り口だったりノウハウを徹底的につぎ込んだ面白い動画、ちょっとためになる動画を出しております。チャンネル登録並びに他の動画もぜひご覧ください。監督ラボの監督でした。